ず、猫が出てきますね、ここに黒い猫がいますね。パトロールっていう題名にしましたね。京都のお寺です。で実際にこの京都のお寺に、住んでいるんですよね、多分野良猫なんのかな、なので、いつも巡回してくるらしいんですよね、この黒い猫は。なので、パトロールという題名にしました。でこちらも実は同じ京都のお寺なんですけど、だからこの猫とここに猫が2匹いるんですけど、この猫は同じ猫ですね。だからもう絵巻物のようになってます、ね。でこちらに白い猫がいるんですけど、この白い猫は資料を選んで、組み合わせたものですね。でもまあ見ると本当にこう最初からこういうシチュエーションのようになっているかのようですよね。すごく描写力が高く、構成力もすごく高い作品ですね。出待ちするっていう題名にしました。ちょっと題名も面白いですよね、すごい細かいです、ね。ここの枯葉の一枚一枚も描いてますね。